8月14のケリヒメスイーツですね。今どういう状況かが今思い出しているところです。これはおそらく空の城で助っ人 NPC がサーカス団長だったんで、よしじゃあやろうってことで頑張ってるところでしょうね。いやなんせねコミケ3日目にサークル参加してきてすこぶる疲れているところでの収録ですので、もちろんいえもろちに疲れておりますよ。で俺の現状だと全く同じ状況でやったんだけども、この空の城助っ人 NPC にサーカス団長を使って頑張った場合、ギリワンコンって感じでしたね。ノーコンだとさすがにちょっと足りなかったっていう、まあ、チャレンジ系でワンコンして問題なくクリアしましたっていう形ですね。うちらの助っ人 NPC 以外の攻撃はね、ほんとビビたるもんだからな。さあどんどん重ねられていって、確かターン数かかるまでに3ターンとかだっけ、この爆弾やっつけきらないと爆発して大変なことになるんだっけかな。さあ団長の攻撃がかなり削っている。他のキャラの攻撃と比べて団地だよね。悪魔ホムホムで微妙に防御力も下げておく。それによってね結構ダメージが通るようになったりもあるし、バッテリーがこういう風になくなるってこともよくあるし、は大丈夫で団長も大丈夫で順調なんですけども、1ターン足りない、1ターンというか1ターンどころじゃないな、嘘ついたごめん。でもこれで2位ぐらいまでは、あごめん嘘ついた、さすがにかける2のところまではいかなそうだね。サーカス団長だけであれだけ削っているのに、俺たちの攻撃力と来たら削れてる実感がほぼないからね。このじんわりゲージは少しずつ動いてるけども、そんなペースじゃ動いてないのも一緒だと。まあチャレッジ系1回ぐらいだったらかなっていうね。達成報酬もこいつを何回倒しましょうみたいなのがあって、それがもしかしたら今回で終わりになるかな。覚醒色なしでクリアしましょうとかあの類はね本当嫌なんでやりたくないです。おーん、さてどうだ、ラストゲージ、ここで攻撃、団長はだいぶ遠くから撃ってるからこの攻撃も当たることなく、さあ団長の一振りいっちゃって、あおー飯で OK です。さあプラチナ箱とか出たけど、何が入ってるかな、まだゲットしてないアイテムもあったっけかな。このステージはお5回撃破でプレチ系やりました。ロジコマおかえりで見てみると、達成報酬で未達成が覚醒色いないパーティーでっていうね、めんどくさいんで俺はこれ系嫌いなんでやりませんと。
1日4回のこれもしっかりやっておきましょうと、はい、今日こんぐらいですかね。実況撮り始めたら多少眠気覚めるかなと思ったんですけど、眠いですね。多分ね、これがね、他の動画だったらね、なんだろう、しっかりやってるんですけども、ちゃんとやってるんですけど、なんかケリ姫に関してはねまるでやる気がないからね。モチベーションね、とても高いんですよ。毎日のシリーズ、日刊ケリ姫みたいな感じでね、ほぼ日刊というかね、ちょいちょいね、やれてなかったりはするけども、ただね、なんだろう、この話もさ、ケリ姫でやりながら何回も言ってるけども、一番 YouTube 動画、俺の YouTube 動画の中で一番頑張って更新してるけど、一番頑張って実況してないからねだからそりゃあね興奮状態にならない、つまりは眠気も覚めないと、交感神経はもうお休み中ですよ。やりながら寝そう。だってケリ姫ってやりながら寝落ちするゲームですから。ケリ姫のね、長くやってるユーザー、長くやってなくても大体の人がね、寝落ちするよ。じゃあおやすみなさい。あー、やめだ、本当に眠い本当に眠い、ダメだこれ。もうこれザクザクで終わったら寝よう。まとまったし、おい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 、寝させてくれ。これあれだな、iPhone 側切れたから、多分電池が切れた。こういう場合どうなんだろうね。うん。まあ今日はじゃあこれで終わりにしときます。ね、電源というか充電して、多分ステージの途中からにはなると思いますんで、ちゃんと充電はしようねというお話でした。おやすみなさい。また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方は、ページにある登録ボタンを押してください。PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。